スレルジャム。皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は座布団ヒラメが釣れましたので動画にさせていただきました。ヒットから釣り上げまでノーカットでお楽しみください。ヒットルアーはブリーデンさんのメタル丸 40g です。オールマイティなルアーですのでとてもおすすめです。また取り扱いのない釣り具店さんも結構ありますので、取り扱ってるのお店をですね探すのもちょっと一苦労します。通販でしたら手軽に手に入ります。この時はドラグをですねゆるゆるにしていましたので、結構巻いても巻いてもですね、少し本当に少しずつしか巻き取れない感じで、バラすのがやっぱり一番悔しいですので、バレない程度に少しずつですドラグを締めたりしながら調節しながら取り込むようにしています。ドラグをですね一気に強めにして抜き上げるっていうこともあるんですけども、何かがかかってるものがですねかなり重たい感じがしましたので、これはうまくいなしながらですね取り込まないとラインが切れるか、それか右入れするとか、そういうことがありますので、慎重に、時間がかかっても釣り上げた方が絶対いいので、そんな形でですね、釣り上げるようにしています。もうこの時点でですね、ドラグをかなり締めた状態で、ちょうどいい感じですかね。完全にギシギシではないんですけども、ラインがブレイクすることもないようなドラッグの強さで引かれ上げてきます。今回はダイソーさんの P ラインの 1.5 号の耐久テストをしている最中のでの出来事です。 1.5 号なんですけども、難なくですね座布団ヒラメが釣り上げれることを証明したので、かなりですねおすすめになります。ポイントは一番手前から 2番目ぐらいのブレイクラインのところを、 50m ぐらいのところをですね、波打ち際から 50m ぐらいのところでヒットをしました。ダイソーさんの P ラインはですねマルチカラーで 10m おきに色が変わるようになってますので、おおよそのですね距離とか、あとどのぐらい巻いたら魚が顔が見れるかっていうのもラインの色で大体の距離が分かりますので便利です。で遠くから見ていた方がですねアングラさんがこちらまで来ていただいてですね取り込みを手伝っていただきました。ちょっと柔らかすぎるかな、竿が 3番なんで、
今日に限ってですね、ちょっとあの軽い竿って言いますか、あの柔らかい竿を使っています。まあ、島野さんの3番言いますと、まあ、大体 M から M プラスぐらいですかね。ライトまではいかないですけども、だから分かんないですね。もうちょい、最後の最後ですね、バラすっていうこともね何度か経験してますので、まあ、こういう時はですね、焦らずに少しずつ、本当に少しずつ、1センチでも2センチでもずるずると引き上げるような形で、最後の色だ。ゆっくりゆっくり、あと10メーター、あと9メーター、5メーターぐらいのところまで来てますね。ここで焦るとですね、ラインブレイクするか右入れしてバラすっていうことがあるんですね。この時点でですね、フラットものっていうのは確定しているので、魚体が見えたんですけど、お、ザブトンだ。テレレレテレー、何年かぶりの座布団ですね。本当あのスレ係だったので、重たかったのかなっていうふうに思ってます。普通にあのありがとうございます。加えてたら、ルアー加えてたらですね、そんなに苦労はしなかったのかなって今で思うと、まあ、スレだから相当重たかった、スレだった、A かと思いましたけど、危ない。何年かぶりの座布団です。ルアーを外すにも身が分厚いもんですからなかなか外せませんでした。結局プライヤーを使って外す羽目になりました。ゲージで測りましたが約80センチぐらいありました。重さはですね、多分ですけども5キロちょっとあったと思います。5キロはあったと思います。ちゃんと記念撮影してですね、 GoPro がちょっと位置がずれてたので左に寄ってますけども、ご容赦ください。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。